一寸積み。あ、三の字かな。三の字だ。でっかいっすね、あの三の字。ねえ。あいつに割とやられてるかもわかんないですね。ムジナも見えるね。なかなかそううまくはね。アユも多いな。アユ多いですね。アユも10にしか出てないんですよ。しょうがない。いや、いい方いました。ほんと。触ってるんですけどね。触るだけで。しとった。あ、一応メジャーですね。あ、来た。あ、これがお腹なんだね。お腹の子ですね。塩焼きサイズのお腹。これ返してあげよう。浮き止めがこう、まあ、強いこう当たりが来るとちょっとねずれちゃうんで、下からこういったプライ王子これで固定にします。いやー、ダメだ、アイゴだ。もうアイゴ見えてるもんね。アイゴむちゃ元気だし。初島まで来て、アイゴって。来たよ。これは多分。これはイスズミじゃないよ。あ、なんだこいつ。あ、珍しい今の。はあ、マジかこれ。いやいや、もう全然一拾ぐらい。アイゴだ。強いっすね。はい、はい、行こう。また餌取られなくなっちゃった。
なんでこれ。ほんとやばい。 あれ見えてるやつだけど餌食ってるんでしょうけどね、コマセはね。ダメだ、アイゴだ、手前もアイゴっすね。手前はもうなんかアイゴと三の字って感じですよね。やっとよ、やっとメジナですよ、これメジナ。うん、このキワでね。いや、これ全然あれですよ、もうなんだろう、ずっとこう張ったまま待ってたやつ。うん、ここのキワキワですよ、これ。キワのところ、このだけど、こう、際は、あの、三の字とアイゴしか見えてない中にぶち込むのって勇気いるよね。ここで待つって。コンコンって来た瞬間、普通にアイゴだと思ってましたからね。ここで31センチ。31ですね。だパターンみたいのがないですよね。だから、はまらないよね。そう、ズボズリですよ、これ。ほら、三の字ですね。ほら、三の字ですね。そう、今三の字食う瞬間見えたもんね。ねえ、あ、ダメだ、やっぱ切られる。やっぱ強いね、サノジ。見えてましたね。そうそう。キュッツで裏返ったもんね。よし、いけるか。よし。いや、来ましたけど、これなんだか高部かな。型のいい高部ですね。型のいいやつ。これ美味しそうじゃないですか。見て、でっかくないですか、これ。でっか。見て、このサイズ。でっかい。たまにメジナ見えるのに食わないってのが一番辛いですね。もう食わないなら見えなくていいのにと思いますよね。ダメだ。高部だ。高部っす、高部。うん。高部やっぱ結構いるね。うん。いや、だからやっぱり高めですね。うん。いや、ダメだ。ねえ、結構いますね、これ。いや、餌取られますね。高部なのかな、高部かどうかわかんないですね、あれ餌取ってるの。あ、これはだけどメジナっぽいですね。うん、おお、うん、いいサイズですね、多分ね。よし、よっしゃ、ありがとうございます。
ありがとうございました。あ、ちょっと痩せてるんだけどね、はい、ありがとうございます。ね、長いですね。30、33、34。ガンダム打ってないですね。はい。浮き固定して、浮き固定してノーガンですね。まだいるんだと思うんですけどね。だから逆になんか高部がいるぐらいじゃないとメジナやる気に出ないですよね。なんかそんな気がしますよね。あれ、います？お、来た、メジナーね。いや、ちっちゃくないですよ、これ。ちっちゃくない、ちっちゃくない。こう、高さがあるからちっちゃく見えるんですよ、あっちはね。実際ちっちゃくないですよね。うん、これはメジナっぽいですね。うん、メジナだ。振り上げる。ほら。脱いちゃいます。脱いちゃいましょう。ねえ、スポンっていきますね。うん、まあ30はあるね。ああ、ちょっとメジナの勢力が弱まりましたよね。だから高部が元気ですよ、ほら。いや、これだけちっちゃいですね。高部だ、しかも、うん、覚醒した感じですよ、高部はね。